こんにちは、本気のマスコン塾三浦です。今回はですね、人気のサービスからサービス開発のアイデアを得ようということで、ホームページを誰でも簡単に作れるサービスを提供している Wix さんというサービスをちょっと使っていきたいなと思います。はい、ではやっていきたいなと思います。今回、Wix なんですけども、こちら、Wix 検索したらすぐ出てくるこのホームページ制作ですね。これアカウントはメールアドレスぐらい、あとパスワードとかを決めれば速攻作れちゃうんで、一回作ってみました。で、これ入った時ですね、入った画面なんですけども、すぐじゃあ、どんなサイトを作りますかということで、こういういろんなジャンルに分かれている、カテゴリーがあって、その中から自分が作りたいものを、サクサクと選んでいくことができるっていうのは、これまでホームページを作りたいけれども抵抗があった方にすごくいいんじゃないかなと思います。こういった近日公開用の、サイトであったり、こういうのってもういちいち作るのめんどくさいじゃないですか、その何か商品をローンチする前とか。なのにこれをもう選択するだけで使えちゃうというのはいいですよね。あとはこういったかっこいいサイ、車系のサイトであったりだとか、法律の事務所系、美容サロンとか、あと工務店系とか、コンサルティング会社とかも、本当いろんなタイプの、ものを選ぶことができます。で、今回はじゃあこの車のにしてみましょう。で、価格があるので、これ有料のものもあるんですけども、無料のもたくさんあるので、例えばこれ表示を押すと、おそらくですね、この、テンプレートの、なんていうんですか、プレビュー画面ですかね、こんな感じになりますよ、みたいなのが、表示されるんじゃないかなと思います。はい、もうこういう風にスクロールすれば、見れるような最近流行りのフルワイドで、サイトでデザインですね。もうこれだけで十分ですよね。でスマホ版もちゃんと、ここスマホ押せばスマホになってて、一からガッツリと作りたい人に向かないのかなと思うんですけども、これもちろん画像とか変更できるので、なんか自分使いたいのに合うのがあれば、もうこれだけでウェブサイトは作れちゃう。しかも下手に自分で作るよりも上手なものが作れる、というのがこの Wix のすごいいいところなんじゃないかなと思います。で、ここの、編集を押すとですね、はい、で、こういった編集画面出てきました。でですね、これすごくいいところは、こうやって例えば変えたいなと思うところの、上を例えばダブルクリックをしたりすると、本気の何自動車クソはせな、こういうふうに文字をすぐ変えることができたりだとか、あとはこういったシェイプっていうんですけど、このロゴとかをサクサクとこうクリックだけで変えることができたりだとか、あとはこの下の部分の、説明とかを、クリックするだけで変えることができたりだとか、すごいですよね。で、ここにないものはこういった追加とかを押したりだとか、はい、画像とかボタンとかがいっぱい選べて、これ例えば、ボタンとかをクリックして持ってくると、このようにボタンを追加することができるんですよね。で、あとこのアプリっていうのは、そういった画像とか文字だけではなくて、例えばブッキング予約機能であったりだとか、あとはコメント機能だったりだとか、いろいろこういうのを追加することができます。で、アップロード、ブログ、オンライン予約とかももうデフォルトで選べるんですね。で、背景をちょっとこうやってクリックして、一気に画像とかを変えることができたりだとか、すると。はい。で、この、公開、最後、修正終わったら公開するときに、この独自ドメインっていうのは、自分の例えばサイトとかの URL とかを決める場合は、こっちを選ぶんですが、どんな URL でもいいっていうんであれば、この Wix の、URL で、保存して続行を押すとですね、はい、これで今すぐ公開を押すと、でサイトを見るを押すとですね、もうこれでサイトができてるんです。これすげえんですよ。もう若い人とか今の人にとってこれ当たり前なのかもしれないんですけど、いちいち一から HTML と書いてた時代からすると本当にすごいんで、
まあ無料とかだとこういうふうに下に Wix の広告とかが入ってしまうので、こういうのを解除しようとかカスタマイズするときはプレミアムプランとかに 入るんですけども、まあまあそれはどんなサービスでもある程度サービスを求めて有料になるっていうのがビジネスモデルなので、まあいいとしても、こうやって簡単に作れるっていうのはすごいいいですよね。で、まあ個人的に思うのは、もうこういうサイトを作るっていうのは当たり前の時代もすでに、まあとっくに来てると思うので、その中でいかに集客できるか、ウェブマーケティングとかうまくやっていけるかっていうのが、まあ結果的にそのサイトに人を集める上ですごい重要なのかなと思うんですけども、とりあえず、例えば銀行の審査を通したい、審査というか銀行の人に見てもらうから、サイトはしっかりと作りたいとかいうのであれば、これで十分作れますよね。で、そういったお客さん、方っていうのはすごいいっぱいいらっしゃって、そうした人たちの、悩みを解決してあげるという意味で、この Wix っていうのはすごい役に立ちますし、需要があるんじゃないかなというのが分かっていただけると思います。はい。で、あとはですね、まあ、これでもうサイトはもう作れるの分かったと思いますが、このプレミアムプランとかを押すと、じゃあこの Wix という、サービスは、じゃあ、基本的に無料のはずなのでどうやって収益を得ているかというのを覗いていくことができます。はい。で、まあそれがこちらのプレミアムプランとかを見ていくと分かるんですけども、例えば、保存できるデータの容量を増やすとかであったりだとか、あとはまあこれアクセス、負荷とかですね、サイトのまあ強さみたいなのを上げたりだとか、まあ独自ドメインはどれもできるんですかね。こちらの、独自ドメインを適用したいだとか、あとは広告を削除したいだとか、まあ、あとはファビコンっていうのはこの上の部分なんですけども、これを変更したいだとか、そういったのを、したい人は、有料プランに入ってくださいねと。で、月額、これも定額課金モデルですね、に入ってくださいという、ビジネスモデルを取ってます。はい。で、まあ、これで、今回の Wix の紹介は以上になるんですけども、まあ、そのサイトをこれまで作りたかったんだけれども、簡単、特別な知識とかスキルがない方が、簡単に作れるという、悩みを解決してメリットを提案しているという意味で、やはりそのニーズがあるサービスと、であると。で、かつ、じゃその中でもさらに、細かいカスタマイズしたいときは、プレミアムプランに入ってくださいよねと誘導して、大体その、例えば100人、無料の人がいれば 1%、2% とかが有料に行くっていうのはもう統計的に出てるので、その中でこういったプレミアムプランを作ってそちらに誘導していくと。で、毎月の月額定額プランなので、それが、経営の、安定性を作ってくれるという意味で、これ、まあ、僕らも参考にしたい、すごい面白いビジネスモデルになってるんじゃないかなと思います。はい。いかがだったでしょうか。毎回思うんですけど、誰かに必要とされているサービスで、運営していくとか、自分の会社としてやっていくっていうのは、すごい、魅力的なんじゃないかなと思います。はい。今回の動画はこれで以上となります。もし内容が良ければ、グッドボタンと、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。